本日はアンティークギャラリーシュレディンガータイムへお越しくださいまして誠にありがとうございます。ここは時間と空間、光と闇の深淵を漂う展示場です。皆様の心を捉えるような展示品やご要望の商品などございましたらメールにてお気軽にお申し付けください。また当ギャラリーは現在オーナー不在のため未熟な使い魔シャオリンとマイマイが店番をしております。ギャラリーが浮かぶ超空間の磁場を著しく乱すため彼女たちへの過激な言動はお控えくださいますようお願い申し上げます。あと数秒で当ギャラリーは多次元空間へ入りますのでお近くの椅子にお座りの方はそのままで、まだの方は席にお着きになりいい空間へ落ちないようお気をつけください。それでは空間を出ましたら心ゆくまでご鑑賞ください。草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアゾフさん。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。経営とは仕入れて売って利益を得ることです。その通り。しかし最近はお客様も少なく、いらっしゃってもご希望の商品がなかったり商品を差し上げてしまったりと全く売り上げができておりません。発注も入荷もしてるのにな。このままでは店番の務めを果たすことができません。オープンの札かけてあるのにな。まずはお客様にご来店していただき、当店の商品の良さを知っていただくことが重要だと考えます。セールでもしてみる？でもクリスマスセールもラッピング無料サービスも効果はありませんでしたよ。来たのはサンタさんだけだね。しかも商品を開けてしまったので全く売り上げとは関係がありません。あれはいいじゃん、間違えて発注しちゃったやつだから。でもあれの値段は高級女性用下着上下セットの7倍ですよ。7倍。7倍、それはかなりまずい金額。マイマイさんが証明書をダメにしてしまったセンチメンタルリングよりは安いですけど。あ、証明書作るの忘れてた。とにかく現在経営は非常にまずい状態です。このままですとご主人様がお戻りになった時に非常にまずいです。怒られるのは嫌だな。真面目に考えましょう。ご主人様がお戻りになる前に何とかしないと。ご主人様いつ帰ってくるのかな。今は古代メキシコでオルメガ文明の宝石の買い付けをなさってるみたいですよ。でもそこの人たちはジャガーを信仰していて、人間を生贄なんかにしてしまうそうです。生贄は嫌だな。ですからご主人様がお戻りになる前に何とかして生贄にされないように頑張りましょう。おお、こまめな掃除が金運アップの鍵。キッチン西北を重点的に。西ってどっち？こっち。北ってどっち？あっち。よく見えるように。いや、アホに見える。それはいけない。あ、何かお探しですか？いまいちやな。はあ、どこがお気に召しませんでしたか？なんか地味やなと思って。地味？それはいけない。あ、どうしたらいいんでしょう？もっと可愛くディスプレイするとか。せっかく外の雰囲気が良かったのに中がこんなやともったいないよ。ディスプレイ？例えばこんなのか。まあ悪くはないと思うけど。あ、こんなのとか。それ正月飾りや。早く神社持ってきよ。しゃあないな。うちがバルーンアート教えてあげるわ。バルーンアート？はい。これくらい？もうちょっと。
じ。はい、はい、そしたら空気口を結びます。結びます。もういい。はい、結んだ。結んだら結んだら、ここのピロピロしてるところを、ピロピロ、空気口の結んだところと一緒にちょっとここを残してもらって、はいはい、ちょっと残す、ちょっと残す、ちょっと残す、はい、くくります。結べない。気合い、頑張ってね。気合い、気合い、生贄にされたくない。痛い、できた。結べない。プレプレマイマイ、プレプレマイマイ、プレプレマイマイ、頑張れ頑張れ、プレプレ。ちょっと待ってね、ちょっと待って、なぜ結べない。天使の輪、虹が悪い。虹で何ですか。ごめんなさい。痛いよ、なんで結べないんだろう。田中唇。え、じゃあ、でっかくなっちゃった。わー、でっかくなっちゃった。でっかくなっちゃった。進んでていいよ、進んでていいよ。ほんなら、はい、今度はここの空気口の部分を右に持ってって、はい、これをギューッとして真ん中に来るように、はい、そしたらそこを軽くつまんでもらって、ここをギュッと2、3回回して、はいはい、はい、先生回しました、回しました、はい、そしたらですね、この蝶々みたいなやつをグッとグッと重ねてもらって、重ねて、はい、またこっちのグッてとこ右に持ってって、はい、持ってって、これをさらにですね、グッと、はい、はい、はい、そしたらまたこれをちょっと大きいんですけれども、今度はいっぺんに、いっぺんにグリッと真ん中で結べた。やったー、結べた。やってください。はい、はい、先生、バイバイさんができたそうです。バイバイさんできました。なんか違う。作るとこういう感じ
揉んでもらって、つまんでちょっとこう伸ばしてあげます。するとここに空気が入りやすくなります。ほうほうほう。ほんで伸び終わったら、だいたいこれぐらい、これぐらい、ここですね、はい、くくってもらって、これをギュッて握ると、え、上に空気が移動します。はい、確かに移動しました。移動しました。はい、微妙に移動した。なんか変なことになってる。くくってたのがなくなった。くくってるのはなくなって大丈夫。あ、いい、あ、なくなっていい。はい、あと1センチくらいかな。えっ、よし、おー、OK、はい。ほんならですね、はい、今度はこの茎の部分を S 型、長さで Z 型にしていただきます。はい、そしたらですね、ちょうどこの3つの交わる真ん中のところをグッて握って、グッて握ってまたピーン、ぜひぜひって言ったんです。そう、本番中に。ありがとうございます。でも本番前から
からナンパしようナンパしようってこう2人でこうこっそりこうサッカーリングをね見計らってたんだけど、こうしっかり行こう行こうここだみたいなのがなぜか本番中で、はい、すいませんでした、はい、その説は、ありがとうございました。でそんなライブで知り合った藤原ともみちゃんなんですけれども、はい、最近新しい CD が出たということで。そうなんですよ、いつも楽曲提供を早井夏子さんにやっていただいてるんですけれども、はい、今回も第2弾の、歌としまして、オリジナル曲のスイートドリームショータイムを出させていただきまして、カップリングがですね、あの昔早井夏子さんが歌ってたネバギバを、はい、藤原ともみにアレンジしてやらせていただきました。おー、どうどうっていうか今新しく出たって言われるのまた出てきた。これは何枚出した限定版ということで、チアバージョンとアリスバージョン、おー、作っていただきまして、これちょっと通常版よりですね、うん、豪華になってます。あ、そうですね、ジャケットがまた違う。そしてこちら限定版の方には30分ぐらいのトークが詰め込まれています。30分トークが30分、うん、はい、うん、うん、あの曲は2曲2曲、まあ、1曲5分として5、10、10分、うんうんうん、本編10分サービストラックのトークが3倍サービスなんかもうもはやどっちがメインだそれって感じですね。はい、モノマネとかもね、いろいろ入ってるんで。モノマネ盛りだくさんですね、うん、盛りだくさん、藤原ともみ盛りだくさんで、盛りだくさんで、はい、入れていただきました、うん、いや、で、これは全部手に入る感じですか？うん、これアリスバージョンが売り切れちゃって、販売終日に、じゃあこの現品限りは私がもらう。あ、そうですね、じゃあ後でこっそり、後でこっそり、はい、ね、あとチアバージョンもあと1枚しか残ってません、うん、先着1名様ドヤードヤーということで、そうなんですよ、おかげさまで、うん、その先着1名様はどこでこれを手に入れたら良いでしょうね。あ、とりあえずライブに来てください。ライブに来てくださいということです。じゃあ、次回のライブとか、あの、はい、ね、2月なんですけれども、はい、4日の金曜日、幸せのかけらボリューム6、うん、夜にですね、はい、新宿ライブ高野屋さんでやらせていただくのと、はい、あと11日のこちらも金曜日の祝日で、よしみんプレゼンツハッピーメロディーフェスティバルボリューム3で、これはお昼から、亀戸柳さんの方でやらせていただきます、うん、はい、ということは2月の前半は金曜日、仕事がある日は終わってから、仕事がない日はキリキリ起きて来いということですね。そうですね、はい、はい、分かりました。じゃあ私たちのライブはそこ後なんですかな、ね、はい、行ってから行かないとな。そうですね大変だわ、でやー、はい、みんな来てくださいということで、私たちは2月13日日曜日にドリームキャッチプレミアムボル15に、出させていただきます、はい、こちらは新宿ルイド K4 さんで午前中からやっておりますので、はい、これもキリキリ起きてやってきてください。お願いします。というわけで、ちょ、詳しいライブの情報はブログ、はい、アメブロで、藤原ともみオフィシャルブログドリームストーリーで、はい、載ってますので、そちらを見てください。はい、それでは2月の前半はライブ三昧でよろしくお願いします。というわけで来てね、お出かけしよう、ずっと一緒にいたいんだ、今まで内緒にしてたんだけど、僕は願いを叶える、言ってみれた、両手